ブライアン・ロバート・マティスは、アメリカ合衆国コロラド州メサ軍、グランドジャイクション出身のプロ野球選手。左投げ左だ。2019年現在は、独立リーグアトランティックリーグのロングアイランドダックス、所属。サンディエゴ大学時代の2007年7月には、ブラジルのリオデジャネイロで行われた第15回、パンアメリカン競技大会における、 野球競技のアメリカ合衆国代表に選ばれ、銀メダルを獲得した。2008年、12勝、防御率1.71141奪三振の成績で、ウェストコーストカンファレンスの最優秀投手に選出されたり、ロジャー・クレメンス賞の最終選考の一人に選ばれた。2008年の MLB ドラフト1巡目で、ボルチモア・オリオールズから指名され、 入団交渉期限日となった8月15日に契約。2009年、オリオールズ参加のマイナー2球団で11勝2敗、防御率1.91を記録し、7月には、オールスターフューチャーズゲームの米国選抜に選出され、9月には、オリオールズ参加の最優秀投手に選出された。球団は8月4日に、キャム・ミコライオと入れ替わりで、マーティスをメジャーへ昇格させ、 同日のデトロイトタイガース戦でメジャーデビュー。その後、ローテーション入りしたが、球団は国士を防ぐため、9月12日の登板を最後にシーズンを終えた。2010年はルーキー・オブ・ザ・イヤーの最有力候補として開幕を迎えたが、7月末の時点で3勝11敗、防御率5.46という数字だった。しかし、監督が、 バックショーをウォルターに交代してから調子が上がり、シーズン終盤には6連勝して、シーズンを終えた。後半に調子が上がった理由は、当番前にピッチングコーチ、保守のマット・ウィータースと共に、格打者に対する攻め方を検討し、細かなプランを立てて、投球に臨んでいたためである。2011年は、エース格として期待されながらも一勝9敗。 防御率10.69という悲惨な成績に終わった。10試合以上先発した投手では2000年にロイ・ハラデーが記録した防御率10.64を超える史上最悪の防御率となった。2012年は先発で結果を残せず途中でマイナー降格し最昇格した後半は中継ぎに回った。2013年からは中継ぎ左腕として起用されている。 2014年1月17日にオリオールズと240万ドルの1年契約に合意した。この年もすべてリリーフで63試合に登板。防御率をわずかに向上させたほか、投球イニング数を上回る三振を奪うなど、前年の投球がまぐれでないと証明した。特にピンチの場面で強さを発揮し、引き継いだランナー49人中39人の生還を阻止した。 2015年5月23日のマイアミマーリンズ戦で右腕に異物をつけて登板したため8試合の出場停止処分を受けたこの年は通算250試合登板を達成レギュラーシーズンでは58試合にリリーフ登板した1勝4敗と大きく負け越したものの防御率2.94を記録し 前年に引き続き投球回以上の脱三振をマークするなどリリーフ投手としての適性を示した2016年5月23日にマイナー選手2名とのトレードでアトランタブレーブスへ移籍したが当日中にリーフとなった6月1日に自由契約となった6月15日にシカゴカブスとマイナー契約を結んだ7月31日に メジャー契約を結んで25人枠入りし、同日のシアトルマリナーズ戦で4年ぶりに先発したが、3回、6失点と乱調だった。翌日の8月1日に、リーフとなり、3日に40人枠を外れる形で、3カの AAA 級アイオワカブスへ配属された。オフの11月7日に、FA となった。2017年2月13日に、 アリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。開幕は、参加のトリプル A 級りの a ー,ーズで迎え、11試合に当番5月13日に自由契約となった。2018年は、所属球団なく、2019年7月23日に、メキシカンリーグのモンクローバスティーラーズと契約したが、 初登板で3回後失点を喫し、7月28日に解雇となった。8月2日に独立リーグアトランティックリーグのロングアイランドダックスと契約。ありがとうございます。